一番最初岡本さんの店に行ったのは15、16年前に、先輩がAカスタム屋大阪にあるで言って見に行ったのが最初で、でその時に岡本ちゃんと初めて出会ったのが、まずバイクをこの子って呼ぶ、なんかおかしな、なんかけったいなやっちゃなみたいなのが出会いですね。まあシートを撫でるように触って、で、あのスタンド出す時も全部手で出して、足でバイクをあのスタンドでも出すっていうのがもう耐えられへんかったみたいで、1代目から入れたら、次ウルトラ、ウルトラ、ロードキングで、このフロックス号にこのウルトラで6代目ですね。だからまあ普段ウルトラとか乗ってんねんけど、なんか一台その自分のバイクをやっぱりさ、せっかくトライさんに4年から作りたいなっていうのがあって、ほんであのこのエスカルコフェンダーだけを指示して作ってもらったんです。まさかこのエスカルゴフェンダーが板金の叩き出しでこんなの作るとは思ってなかったんで、売ってるって思ってたんで、これ1枚このリアフェンダーだけでもすごい時間かかってるんちゃいます、これ。フロックスっていうのは北海道に咲くシダ科の植物で、地面からこう咲く紫の桜みたいなね、花で、で花井の花から会社の名前を付けようとして、まあひまわりとかチューリップってかっこ悪いんで、いろいろ探してる時にこのフロックスっていうのが、僕テレビで見たんです。フロックス農園っていうのがあって、でまあ桜みたいで綺麗で地面から咲いて強い植物やって聞いたん でそれで名前つけた。そうですね、まあもうほんまにバイクが好きで、まあでもトライジャーが好きでみたいな、もうよそに見てもらおうとか出そうとかいう気はやっぱりトライジャーに見てもらったらしないですよね。やっぱり世間は敷居が高いとか、工期が遅いとか、値段が高いとかっていうのはやっぱり言い張る人は言うかもしらんけど、やっぱそれは価値観やもんね。自分の価値観の中でそれが高いと思ったら出さへんかったらいいし、やってもらったことに対してまあ人が見て高いと思っても、自分があこんだけやってくれてんからっていう思いや、やっぱり安いもんやし、バイクって車じゃなくて二輪で裸で走ってるわけやからね、しょうもないところに出して何かあったら命に関わることやから。岡本さん20年前か、岡本さんがまあオートバイヤーやりだして、はい、でまあハーレーを触ろうということになって、はいはい、でまあうちはもう創業で言ったら50年以上、
50年経ってね、で、あのまあ、ハレもずっとやってたんで、で、なんかどっから聞いたんかは僕ちょっとわからないんですけど、はい、まあ車両の話とか、はい、パーツの相談とか、まあ、純正のね、はい、そういう相談を最初いろいろしてきはって、やったのが岡本さん。岡本さん。はい、でもやっぱりディーラーとカスタムショップっていうのでトライジャーとハーレー和歌山はええ関係やね、うん、ちょうどう、ね、どっちもが仕事が被らないんでしょ、そうですね、うん、こっちはまあバイク、純正パーツ、純正の修理、向こうはカスタム、こっちができへんかったら向こうに言うて、向こうが部品がいいんやったらこっちに言うてっていう、ちょうどほんまに、うん、ベースの車両が欲しいって言ったらここ来るし、それ持ってトライジャー行ってカスタムするっていうのがもう流れやね。一回あの岡本ちゃんのところで起こったのは、新しい子が女の子とかもいっぱい入ってきてた時に、自分のところの従業員を自分自分って呼ぶ、自分なとか言って岡本ちゃんを呼ぶから、自分なって誰もおらへんんですよ、二人で自分なって、自分ってお前呼ばれたらどうって、花江さんとかなんて呼んでんのって言ったら、上の名前か下の名前か、名前で呼んでるよって、おいお前とか自分だということはないと、で自分っていうのは私岡本ちゃんにとっては何ちゅうの、丁寧語っていうの、敬語っていうの、あなたのあなたって言うてるって言うんだけど、もし岡本ちゃん反対にしてもそうやって呼ばれたらどうって言ったら、そうですよね、気持ちよくないですよねって言い出してから名前で呼び出してるの、うん、でも岡本ちゃんはなんかそんなんでもちんまいことでも社員教育でも何でもやっぱり自分がええと思ったことは一生懸命取り入れようよ、嫌、うんうん、と思ったことは絶対しょうがないけど、うんうん、いいと思ったことはみんな取り入れてしまうよな、あれはあいつのええとこになっちゃうかな、うん、で要は情報集めるわな、そうやな、うん、情報、うん、どんなのが流行っていくとかそういうとか、まあどういう流れになって、まあでも例えば塗装でもそうやんか、うん、こんな特殊な塗装があるって言うたら、そう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 、もう結構穴あくまで調べよるもんな、今日も30分ぐらい塗装で話し合ってました、うん、そうなんですか、こんな塗装があるこれからのトライダーについてメッセージみたいなの簡単にいただければ別にそんな堅苦しくなくてもいいです、これからの、うん、まあね、いろいろ新しい車種出てくるんで、そういったもののカスタムパーツ、うん、まあ、さっきも出ましたけど 3D のああいうので、うん、型と作って、まあ、今で言うたらブレイクアウトでいろいろ作って貼ったりしてますよね、でああいうのでかっこいいデザインのいい、売りやすい、うん、つけやすいパーツをいろいろ作ってもらえたらなと僕らとしたら思います、ね、あとはねもういろんなことやってはるから、まあ竹田、日本でも竹田ね今でもなってますけど、もっと思うね、カリスマ性をもっとあれしてすごい人になっていってほしいなと思います。トライジャー20周年で、うちの会社もちょうど20周年なんですよ。で、まあ、一緒ぐらいに商売2人で、まあね、全然知らん時ですけど一緒に商売やりだして、やっぱりトライジャー、うちもトライジャーに負けんようにこう仕事も人間教育もやろうって思ってるのもあるし、やっぱりトライジャーにはもっともっと大きくなってほしいというか、もっとその何やろな、中身っていうんですかね、岡本ちゃんの代わりがもう一人出てきて、早く岡本ちゃんが楽になって、もうちょっとこう上から離れたとこからトライジャーというものを岡本ちゃんが見れるようになったら、多分もっといい会社になると思うんで、やっぱり社長が第一線でバリバリやってるよりも、やっぱりそのマネジメント
もうちょっとしてあげれるトライジャーになると絶対また良くなると思うんで、ほんまいつか早くそうなってほしいですね。で彼の体のためにも、まあ、若い子のためにもね。やっぱり従業員もいつまでも社長が第一線におったんじゃ煙たいとこもあるでしょう。だからやっぱりトライジャーにはそうやって行って世界に出て行ってほしいですね。